ダハブはエジプト東部、市内半島の東部に位置する村。リゾート地及びダイビングスポットとして名高く、毎年多くの観光客が訪れる。以前は、ベドウィンの住む小さな漁村に過ぎなかったが、シャルムエルシェイクの北東 80km と手頃な距離にあり、6日間戦争によって、市内半島がイスラエルに占領されると、観光開発が進められた。 1982年にイスラエル・エジプト平和条約によって市内半島がエジプトに返還され平和が訪れると外国資本が流入し開発がさらに進んだ。ダハブは3つの地区に分かれている。一番北が旧来のダハブであるベドウィン・村、アサーラを含むマスバート地区でバックパッカー向けのキャンプやレストランが多い。 その南のマシュラバはやや大きなホテルが林立する地区である。最も南西にあるラグナ地区はウィンドサーフィンのメッカとなっている。ダハブ観光で最も人気のあるのはマリンスポーツであり、特にウィンドサーフィンとダイビングでは世界的な名声を得ている。シュノーケリングを楽しむ観光客も多い。陸上ではラクダや馬に乗ったり、ジープの運転が楽しめる。また、 ここから市内山へは車で二時間であり世界遺産である聖カタリナ修道院にへ向かう観光客も多い。一方でビーチの女性をはじめとする欧米観光客の流入は地域の文化とは馴染んでいるとは言えない。ダハブの気候は非常に乾燥しており晴天が続く。この気候が観光地としての発展の一因となった。夏は非常に暑いが冬。 特に夜間は、穏やかな気候である。カンテステッド・ランドスケープス・ムーブメント・エグザイル・プレイス・ワールド・アーキアロジェクル・コングレス・ケープタウン・サウス・アフリカ・オックスフォード・ UA ・ベルク・ ISBN18 億5973万4677ありがとうございます。